ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、世界遺産に一度は行ってみたいわよ。肉眼で世界遺産を見て、歴史を感じたいわ。そうなのか？それじゃあ、世界遺産の謎についても勉強しないといけないな。そうよね。世界遺産には興味深い謎の部分が多いって聞くし、知っておかないと楽しめないものね。魔理沙、私に世界遺産の謎について教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ、今日は、世界遺産の謎について解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、バイカル湖だぜ。この場所はロシア南東部に位置している三日月型の湖で、1996年には世界自然遺産に登録されている。また、この湖は琵琶湖の面積の約47倍で、40メートルに達する透明度、水深、貯水量ともに世界一なんだぜ。すごいわね。私も一度は行ってみたいわ。バイカル湖は観光業が盛んのため、近郊には博物館や少数民族の古民家など、歴史的建築物を見ることができるんだ。それに、バイカル湖には謎の部分が多いんだぜ。どんな謎があるのかしら？このバイカル湖周辺では未確認飛行物体の目撃情報があるんだ。2010年7月には3つの光る物体が頭上を通り過ぎる姿が確認され、2015年にも同じような物体が確認されている。バイカル湖は昔から未確認飛行物体の目撃情報が多く、湖と何か関係があるとも噂されているんだぜ。バイカル湖には宇宙人にとって興味深いものがあるかもしれないわね。そうかもしれない。その証拠に旧ソ連時代には、数十人が光り輝く円盤状の物体を3機確認している。そして、その3つの未確認飛行物体を確認した翌日、大量の魚の死骸が湖岸を覆っていたんだぜ。その大量の魚の死骸は動物たちが食べたのかしら？鳥や動物たちは決して、その魚の死骸を食べることはなかったんだ。もしかしたら、宇宙人が魚に何かしらのことをしたかもしれないな。他に不思議なことはないのかしら？他には、バイカル湖には、ルスドカーンという魚友のような姿をした虫が生息しているらしい。これは都市伝説ではあるが、バイカル湖のことを考えると実際に生息していても不思議じゃないんだぜ。なぜそんなことが言えるのかしら？一般的な湖は、せいぜい2万年前に形成したものが多いが、バイカル湖は3000万年前に形成した世界最古の湖なんだ。そのため、独自の進化を遂げている生物が多く、バイカル湖でしか見ることができない生物も存在するんだぜ。3000万年前にはあったなんて驚きだわ。本当にルスドカーンのような魚友がいるかもしれないわね。さらに、バイカル湖には投資者が眠る湖という内容の都市伝説が存在するんだぜ。投資者が眠る。詳しく教えてもらえるかしら？1917年の第一次世界大戦時に、ロシア革命が勃発してロマノフ王朝が崩壊したんだ。そして、新たに登場したソビエト政府が実権を握り、交戦中だったドイツと休戦を結ぶことに成功したんだぜ。やるわねソビエト政府。だがロシア国内では混乱が続いており、赤軍のソビエト政府と白軍の反ソビエト政府の間で内戦が勃発していたんだぜ。結果、赤軍が勝利して白軍の本拠地であるオムスクを1919年11月15日に奪ったんだ。これで決着がついたのね。白軍は諦めていないんだぜ。白軍は体制を整えるために、一時的にシベリアの奥地である、太平洋海岸へ撤退を考えて移動したんだ。ここから125万人の 8000km にも及ぶ大移動が始まったんだぜ。8000km? そんな距離極寒のロシアでは絶対無理よ。当然、移動中に亡くなった人もいたのよね。季節は冬であり、気温は毎日氷点下20度を下回っていたんだ。そのため、投資者が多く、一晩で20万人も投資した日もあったそうだぜ。そして、3ヶ月後には125万人いた白軍が、25万まで減ってしまったんだ。一晩で20万人ってすごいわね。それで、白軍たちはどうなったのかしら？残った25万の白軍たちは、なんとか 2000km 離れたイルクーツクまでたどり着いたんだ。しかし、ここで彼らの目の前にはバイカル湖が立ち塞がったんだぜ。ここでバイカル湖が登場するのね。季節は冬だったこともあり、奇跡的にバイカル湖は厚い氷で覆われていたんだ。そのため、白軍たちは渡ることができたんだが、ここで白軍たちは自然の恐怖を味わうことになったんだぜ。氷が割れて、全員が溺死したとかかしら？違うぜ。白軍たちを襲ったのは大寒波なんだ。この大寒波の影響で、温度は一気に下がって氷点下70度まで下がってしまったんだぜ。生き延びることはできたのかしら？白軍すべてが歩きながら凍死してしまったんだ。この25万の白軍たちの遺体は、バイカル湖の湖底に眠り続けているそうだぜ。都市伝説にしては面白かったわよ。でも実際、バイカル湖では行方不明者とかはいたりするの？バイカル湖は失踪事件や怪奇現象が多発しているんだ。2011年では4人組が行方不明になった上に、捜査していたレスキュー隊も行方不明になっているんだぞ。そんなことがあったのね。
もしかしたら、さっき紹介した都市伝説も本当かもしれないわね。二つ目に紹介するのは、ヨベクリテペだぜ。これはトルコ南東部にあるシャンルールファの丘の上に存在する遺跡で、2018年に世界文化遺産に登録されているんだ。発掘調査は1963年にアメリカとトルコのチームで共同で行われたが、調査した場所は長い間工作地として使用されていたため、遺跡としての形は残っていなかった。しかし、その後にドイツの考古学チームが発掘をしたところ、工作地に大きな石を発見。確認すると、石柱だということが判明したんだぜ。そこから本格的な調査が行われたってことなのね。それで、この遺跡は何年前に作られたものなのかしら？この遺跡は放射性炭素年代測定による調査の結果、今まで最古の文明と考えられていた。メソポタミア文明よりも7000年も古い文明だということが判明したんだぜ。一番古いものは1万2000年前に建造されているギョベクリテペは、この場所で建物が作られたり埋められたりを何度も繰り返されたことが判明しており、最終的には紀元前8000年頃に埋められたまま放置されていたんだ。そんなに古い文明があったのね。それで、この遺跡の調査は進んでいるのかしら？ギョベクリテペの発掘調査は、まだに全体の 5% しか進んでいないんだぜ。そのため、様々な謎がギョベクリテペには残されているだ。どんな謎があるのかしら？一つ目の謎は、周囲に村などが存在しないだぜ。これだけの規模の遺跡を建造するには、長い年月と多くの労働者が必要なんだ。そのため、普通に考えたら周囲に労働者が生活する住居があるはずなんだが、ギョベクリテペの周囲には住居などの形跡が発見されていないんだぜ。移住したんじゃないのかしら？仮に移住したとしても、住居跡が全く残っていないのは不自然なことなんだ。確かに何かしらの形跡が発見されるはずよね。二つ目の謎は出土した石像の謎。ギョベクリテペでは人間をモチーフにした土偶が発見されているんだ。意図的に頭部や口などが作られていない石像も発見されており、イースター島のモアイ像と共通する部分が発見されてる。そのため、ギョベクリテペの住民と、イースター島の住民は何かしらの関係があると推測されているんだぜ。ギョベクリテペとイースター島って結構離れているから不思議ね。どうやって彼らが接点を持ったのかが気になるわ。三つ目の謎は、定説を覆す謎だぜ。文明は農業から始まり、信仰を持つようになって寺院や建物が建造されるのが、一般的な考え方だったんだ。しかし、ギョベクリテペは宗教的施設の可能性が高く、人間が農業を始める前に建造されていることが判明している。このことから、農耕以前に宗教や儀式の概念があった可能性があるんだぜ。これまでの定説を覆す歴史的な発見ね。この他にもギョベクリテペは未だに多くの謎が隠されているんだ。それにギョベクリテペの都市伝説によると、ギョベクリテペの建造する技術や農耕文化は、宇宙人によって伝えられたとされている。また、それらを伝えた宇宙人には口がなく、テレパシーによって人間に伝えたとされているんだぜ。宇宙人が関係しているかもしれないのね。発掘調査も 5% しかされてないみたいだし、今後の調査次第では、歴史を覆すような発見があるかもしれないわね。三つ目に紹介するのは、ラパヌイ国立公園だぜ。ここはイースター島にあるチリの国立公園で、1995年に世界文化遺産に登録されている。この場所には約1000体のモアイ像があり、その中には倒れている像や地中に埋まっている像が存在してるんだぜ。モアイ像は知っているわ。本当に魅力的で興味深い像よね。そうだよな。それにモアイ像に関しては多くの謎があるんだぜ。詳しく教えてもらえるかしら？一つ目の謎は、作られた目的だぜ。モアイ像は伝承や現地の人たちの口伝によると、祭祀目的で作られたとされている。しかし、近年の研究によって部族の守りが未説、水源や土壌の資源の守りが未説、墓碑説、などの新たな説が浮上してきたんだぜ。結局どの説が有力なのかしら？どれも有力な説なんだ。だから、本当にモアイの作られた目的が未だにはっきりわかっていないんだぜ。確かにどの説も考えられそうね。二つ目の謎は、運搬方法だぜ。20トン程度あるモアイ像を運搬することは非常に難しいが、研究者たちは、木製のそりを使用した説、歩かせて運搬した説、超古代文明説、などを導き出したんだ。一つ一つ教えてもらえるかしら？木製のそりを使用した説はモアイ像を横に倒して木のそりに乗せ、体勢が縄で引っ張って運搬する方法だ。しかし、当時のイースター島にはそりに使用するような木は存在しないとされているため、巨大な木製ソリの製作は困難だったと考えられているんだぜ。この方法はどこかで聞いたことがあるけど、現実的に無理な方法だったのね。歩かせて運搬した説は、モアイ像の頭の部分に3本の綱を巻きつけて運搬する方法だ。これは左右が交互に引っ張り、後ろの縄で転ばないようにバランスを取ることが大切なんだぜ。この方法は重心が前よりのモアイ像にはぴったりの運搬方法で、
少人数で運ぶことができたとされている。重心が前寄りだからできた方法なのね。モアイ像は歩いて移動した。という伝承があるんだ。もしかしたらその伝承は、このような運搬方法のことを指しているかもしれないな。確かにそうかもしれないわね。最後は現代でも想像がつかない技術で運搬したという、超古代文明説だ。この説はオカルト好きの中で広まっているんだぞ。この説はロマンがあって面白いけど、現実的じゃないわね。個人的には歩かせて運搬した説が、現実的だと思うわよ。三つ目の謎は、モアイの目の素材の謎だ。いくつか目が描かれているモアイ像があり、その素材がサンゴ質の石灰岩であることは判明している。しかし、イースター島周辺にはサンゴ礁がないため、どこで手に入れたのかが未だに不明なんだな。確かにいくつかのモアイ像には目が描かれているわね。徐々にではあるが、モアイ像の謎は解明されてきている。だから、今後の研究次第では興味深い発見があるかもしれないぞ。わかったわ。今後の調査結果を待つことにするわ。四つ目に紹介するのは、秦始皇帝陵および兵馬俑行だぜ。これは1974年の中国にて、地元の移民によって偶然発見された場所であり、1987年に世界文化遺産に登録されたんだ。兵馬俑行には100体の戦車、600体の刀馬、8000体の兵士像が発見されており、なぜかすべて東を向いている。兵士の像に関してはすべて違う顔で、噂によると実際に存在した人の顔をモデルにしているらしいぞ。何のために作られたのかしら？紀元前259年から紀元前210年まで生きていた秦の始皇帝のために作られたんだぜ。始皇帝が見て楽しむために作ったってこと？違うぜ。約2200年前に中国統一を果たした始皇帝は死後の世界でも、同じ権力や軍事力を持ちたいと考えたんだ。そのため、死後の世界に行っても始皇帝を保護して仕えさせるために、始皇帝は兵馬俑などを作らせたんだ。ちなみに、兵馬俑は始皇帝が10代後半から作られ、約40年間かけて作られたんだぜ。死後の世界でも権力を握りたかったのね。でもどうして、今まで発見されなかったのかしら？こんなに大きな場所だから、すぐ見つかると思うんだけど。秦始皇帝陵および兵馬俑行は、あえて発見されないように建設されたと考えられるんだ。身分が高い始皇帝の墓見捧ぎは発見されたら荒らされる可能性もあるし、始皇帝を保護する兵馬俑などを壊される危険性があるからな。実際、現在も発掘調査は行われているが、まだに全体の把握や公開はしていない。そうなのね。でも、そこまで秘密にしているのなら興味深い謎とかがありそうね。秦始皇帝陵および兵馬俑は、中国政府が他国との共同調査を嫌っているため、発掘調査が進んでいないんだぜ。そのため、未だに解明されていない謎や都市伝説が多いんだ。どんな謎や都市伝説があるのかしら？始皇帝陵の内部のどこかに100トン以上の水銀があるとされてるんだ。これは芝線の踏切に記されており、周辺の土壌の水銀値が異常に高いことからも、水銀がある可能性が非常に高いんだぜ。水銀って毒よね。そうだぜ。だけど、始皇帝は水銀を、永遠の命を得るための薬と思い水銀を飲んでいたんだ。水銀は液体ではあるが一定の形を維持する性質があるため、当時の人からしたら神秘的な液体に見えたかもしれないな。水銀の知識を知らなかったら、私も不思議な水と勘違いして飲むかもしれないわ。他にも自動で発射してくる弓矢や、内部にある財宝など多くの謎が隠されているんだぜ。中国には頑張って発掘調査をしてもらいたいわ。もしかしたら、とんでもない財宝が眠っているかもしれないわね。5つ目に紹介するのは、アンコールワットだぜ。アンコールワットはカンボジアに存在する遺跡であり、1992年に世界文化遺産に登録されたんだ。スーリアバルマン2世の命によって建設されたアンコールワットは、1113年から約30年の歳月をかけて作られており、単一の遺跡としては世界最大の大きさなんだぜ。どれぐらいの大きさなのかしら？アンコールワット遺跡は約4万ヘクタールの面積があるんだ。これは東京ドーム8500個以上の面積なんだぜ。とても大きな遺跡なのね。ところで、アンコールワットって何の目的で作られたのかしら？アンコールワットは王の権威を示すためや、ご先祖様を祀るためなどの目的で作られたヒンドゥー教寺院だぜ。至る場所にヒンドゥーと関係があるレリーフがあるのが特徴的なんだが、アンコールワットには不思議なレリーフも存在するんだ。不思議なレリーフ？その不思議なレリーフには4本足で巨大な体を支え、背中の部分に複数のトゲのような部位が描かれていたんだぜ。本当に不思議な姿をした動物ね。まるで恐竜みたいだわ。そうなんだぜ霊夢。これはどう見ても恐竜のステゴサウルスとしか思えないシルエットなんだぜ。しかし、アンコールワットが建設された時期は12世紀のため、ステゴサウルスは当然存在していないんだ。そのため、当時の人たちがどうしてステゴサウルスを知っているのかが謎なんだぜ。そう言われてみれば、ステゴサウルスにしか見えないわ。だけど、これって当時の人たちが描いた空想上の生物なんじゃない？その可能性は十分ある。
だが、第二次世界大戦中のカンボジアには目撃証言があるんだぜ。これが本当ならアンコールワット建造時代にもステゴサウルスがいた可能性があるな。ステゴサウルスの目撃情報があるなんて驚きだけど、多分見間違いだと思うわ。それに当時の人たちは星座に関心があり、遺跡全体を点と線で繋ぐと、星座の龍座の姿が現れるんだぜ。そのため、当時の人たちは龍座からステゴサウルスのようなレリーフを作り上げた可能性があるんだぞ。これは十分考えられそうね。他にもペルーのナスカの地上絵に惹かれている線を延長すると、その線とアンコールワットが一点で交わることが判明している。これは偶然の一致と考える人も多いが、ナスカの地上絵の中にある十字架の横線を延長すると、テオティワカン遺跡、アンコールワットをつなぐ線が浮かび上がってくるんだ。ナスカの地上絵って、確か宇宙人みたいな絵もあったわよね。ナスカには宇宙飛行士を描いた絵が残されている。そのため、宇宙人とナスカの地上絵、そしてアンコールワットが何らかの形で関係している可能性があるんだぞ。オカルト好きの私にとっては、そう考えた方が面白いわ。6つ目に紹介するのは、ギザの大スフィンクス。これはエジプトのギザの大ピラミッドのそばにある巨大なスフィンクスの石像で、全長 73.5 メートル、全高20メートル、全幅19メートルの大きさがあるんだ。世界遺産としては、メンフィスとその墓地遺産ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯、という名で1976年に世界文化遺産として登録されている。このスフィンクスは迫力があって良いわね。それにスフィンクスには、ギザの大ピラミッドのように興味深い謎があるって聞いたことがあるわ。何でも知っているマリサなら知っているわよね。霊夢の言う通りで、ギザの大スフィンクスには興味深い謎があるんだ。一つ目の謎は、建造年代だ。ギザの大スフィンクスは未だに建造年代がはっきりと分かっていないんだ。今まではピラミッドと同じ年代に建造されていたと考えられてきたが、1978年にアメリカのエドガー・ケイシー氏が紀元前1490から1390年前に建造されたと主張したんだぜ。そのケイシー氏の主張を詳しく教えてもらえるかしら？ケイシー氏がこのような説を主張したのは、スフィンクスに刻まれている縞状の模様が根拠なんだ。この縞状の模様は科学的にも、少なくとも1000年以上の激しい雨などが降り続ける必要があるし、世界中の神話にも大洪水に関連した話があるんだぜ。また、隣にもう一体のスフィンクスが存在していたが、大洪水によって流されたという都市伝説も存在するんだぞ。確かに多くの神話に大洪水関連の話があるわね。科学的にもしっかりとした根拠みたいだし、本当にピラミッドよりも前に建造された可能性があるわね。二つ目は、顔の謎だ。ギザの大スフィンクスの顔は、誰がモデルになっているのかが不明なんだ。一応、紀元前2540年頃に実権を握ったカフラー王の顔というのが定説となっているが、歴史的記述もないし、スフィンクスの建造年代も不明のため有力な説ではないんだぜ。じゃあ、本当に未だに誰の顔かは分かってないのね？そうなんだ。また、ギザの大スフィンクスの顔は胴体と釣り合ってないと考える学者も少なくないんだ。確かに胴体に比べて小さいかもしれないわね。三つ目は、謎の隠し扉だぜ。実はスフィンクスには、内部に入ることができる隠し扉があると言われているんだ。見た感じないと思うけど、どこにあるのかしら？頭頂部に隠し扉があると言われているが、現在はどうしてかコンクリートで埋められているんだ。これはしっかりとした記録も残っているし、空洞があることが調査によって判明しているため、ほぼ確実にあると言われているんだぜ。どうしてコンクリートによって埋めたのかしら？何か隠したい秘密があるんだと思うぜ。実際に、隠し扉についての調査はエジプト政府が禁止にしているからな。絶対に何かあるわね。以上で、世界遺産の謎6選についての解説は終了だぜ。いやー、最後に紹介したギザの大スフィンクスの謎は本当に興味深いわね。特に隠し扉の謎に関しては、今後の調査に期待だわ。でも隠し扉の調査はエジプト政府が禁止しているから、今後も調査されるかはわからないぜ。そうなのよね。お願いだから、私が生きている間に隠し扉の調査をしてほしいわよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は世界遺産見に行ったことあるか？いや、ないわね。でも興味は津々よ。お、それはよかった。今日紹介するのは世界遺産の謎6選だぜ。世界遺産っていろいろ調べ尽くされているんじゃないの？謎なんてあるのかしら？それが、あるんだ。中には建造目的さえ詳しくわかっていないものもある。それは面白そうね。それでは今日もゆっくりしていってね。世界遺産の謎一つ目は、ネムルトダウだ。ネムルトダウは、トルコ東部の標高2134メートルのネムルト山にある。ネムルト山は、19世紀後半にオスマン帝国軍が偶然山頂付近を行軍した際に、山頂部が人工的な建造物であったことが発見されたんだ。
その建造物が世界遺産だ。なるほどね。そこには何が建っていたの？現在は一部崩れてしまっているが、巨大心臓の不思議な遺跡があるんだぜ。何の遺跡なの？紀元前69年に即位した、コンマゲネ王朝アンティオコス一世が山頂に築いた巨大墳墓とされている。今から約2090年前ってことね。そうだな。アンティオコス一世が支配し、ネムルト3に繁栄の跡を残したコンマゲネ王国は、現在のトルコ共和国の南東部とシリアとの国境沿いに存在した、古代アルメニアのことだ。今回のような遺跡の話をしていると、これまでにいろんな国が生まれて滅んでいったことを知るわね。紀元前162年から紀元69年までの231年間という、長きにわたり繁栄したコンマゲネ王国は、様々な小国が林立する小アジアのとても不安定な土地に属国として存在していた。しかし、セレウコス朝が衰退したのをきっかけに、この地域はコンマゲネ王国として独立を果たすんだ。そして、紀元前69年に王位についたアンティオコス一世の時代に、コンマゲネ王国は最盛期を迎えることになる。そんな時代に建てられたのが、ネムルト山の頂上にある遺跡なのね。その通りだぜ。人工的に作られた、直径152メートル、高さ49メートルの頂上部には、王の座像のほか、庭のワシ、二頭のライオン、様々なギリシャ神話やペルシャ神話の神々の像が並んでいるんだ。神聖な場所って感じがするわね。ワシとライオンの間には王や神々の5体の像が並んでいて、それぞれの像に名前が刻まれているが、いずれの座像も首から上がないんだ。え、なんで？頭部は、像の足元に散在し、一部は鼻が破壊されているんだぜ。なぜ頭部が座像にないのかには、地震のために頭部が転げ落ちたとする説と、イスラム教徒による偶像破壊運動の一環とする説がある。崩れてしまう前の姿が見てみたいわね。きっと荘厳な佇まいだろうな。ネムルト山には心臓が至るところに見られるが、多くは東側と西側に集中しているんだ。それにも理由があるのよね。西側のテラスには、木星、水星、火星などの星の配列を眺める獅子のレリーフが刻まれた石板があり、紀元前62年6月7日を示している。この日付は、建造が始まった日を表している可能性があると言われているんだ。それが本当だったらすごいわね。それで、この遺跡のどんなところが謎なのかしら？発見された遺跡は巨大墳墓と説明したが、実は埋葬施設は発見されていないんだ。このことから現在でも、宗教上の儀式を執り行う場として機能していたとする説と、王自身がそこに永眠することを望んだ墓所とする説がある。埋葬施設が発見されていないってことは、発掘作業が進んでいないってことなの？そうなんだぜ。それはどうしてなのかしら？発掘作業を進めるのが物理的に難しいからだ。崩れている遺跡を復元することができないってこと？そうなんだ。アンティオコス一世の墓は、小石を人工的に積み上げて作られているから、崩落の危険性が非常に高く、復元するのが非常に難しいんだ。それは残念だわ。現実自体も小石を積み上げて作られていると推定されていて、洞窟防止のための措置と見られている。それじゃあ中に入ることができればもっとたくさんの発見がありそうね。それにさっき説明した洞窟防止の措置の建造技術は、現代には伝わっていないから、そういった面でも復元はできないという見方がされているな。もし遺跡を復元することができれば、アンティオコス一世の埋葬室を見ることができるかもしれないのね。そうだな。もしかしたら発見されるのを拒んでいるのかもしれないわね。世界遺産の謎二つ目は、カッパドキアの岩窟群だ。カッパドキアは、アナトリア中央部の四方を山に囲まれた高原地帯のことだぜ。平均標高1200メートルの位置にあり、カッパドキアの地表には、世界でもこの場所でしか見られないような、独特の景観が広がっているんだ。地面からは、まるで巨大なタケノコのような、先の尖った巨岩が天を目指して無数に立ち並んでいる。日本では見られないような光景ね。不思議な形の岩をくり抜く形で、鮮やかな色彩の壁画で飾られた数多くのキリスト教会や人々の住居が作られているんだ。自然にあるものを活用して生きているのね。まさに自然との共存だな。観光地としても有名なカッパドキアは、地表の風景の他にも有名なものがあるんだぜ。何かしら？数々の大規模な地下都市だ。地下都市？そういうのワクワクするわね。カッパドキアの地下都市については、紀元前5世紀の古代ギリシアの歴史家クセノポンが著書に記しているが、その存在は長く忘れ去られていたんだぜ。再発見されたのは1964年のことだ。随分長く忘れ去られていたのね。1964年にカッパドキアでは、雨が断続的に降り続いていた。雨が止んで、村人たちが春を迎えるために外に出てくると、村外れの小高い丘の一角が雨で崩れていて、そこに大人一人が楽に入れるような穴が開いていたんだ。その穴が地下都市への入り口だったのかしら？
そうなんだぜ。村人たちはランプをかざして中に入ってみたが、そこには大きすぎる空間が広がっていたんだ。そこには人々が住んでいたのよね。そうだぜ。地下都市は地下8階の構造を持ち、各階層は階段や傾斜した通路で繋がっていた。地下8階もあるのね、それは巨大だわ。地下都市には飲料水を確保するための井戸が掘り抜かれていて、食料や油の貯蔵庫、共同の炊事場、家畜小屋やワインの醸造所、さらには礼拝所まであった。随分本格的な施設ね。臨時的な住まいじゃなくて長いことそこで暮らせそうだわ。かなりの数の住民が、ある程度の期間、一切地表に出ることなく生活できる設備を備えていたんだぜ。考古学者によれば、地下都市の内部には1万5000人は収容できたそうだ。しかも驚くことに、カッパドキアの地下都市は、直線距離にして9キロ離れているデリンク湯の地下都市と、トンネルで結ばれていることが判明したんだ。地下都市同士が結ばれているのね。地上に出なくても都市同士を移動できるなんてすごいわ。すごいのはそれだけじゃないぜ。正確な方角を知ることの難しい地下で、これだけの距離を地下通路で結ぶというのは驚異的な技術だ。優秀な技師がいたのね。不思議なんだけど、人々はどうして地下都市が必要だったのかしら。霊夢はどうしてだと思う？やっぱり敵から逃げるため？そうだな。外敵から身を守るためというのが一番の理由だと思われるが、そうすると地下8階という巨大な構造が必要な敵とはどのようなものだったのかが気になるな。確かにそうね。実は古代の核戦争で用いられた核シェルターなのではないかという説もあるんだぜ。この地下都市が存在したのっていつ頃だっけ？さっき紀元前5世紀の書物に地下都市のことが書かれていたって言ってなかった？そんな時代に核が存在するの？核兵器の実現可能性が示されたのは1930年代だ。現代の常識で言えば、古代に核なんて存在しない。しかし一部の研究者によれば、古代の地球で核戦争が実際に発生し、人類は一度滅びかけたという話もあるんだぜ。確かに核兵器から逃げるんじゃ強固なシェルターが必要ね。地下都市建造の時期を正確に推定することは困難だが、紀元前1900年頃のヒッタイトの時代に始まったとも言われているぜ。最初は一時的に使用するシェルターだったろうが、いざ地下に住み始めると、冬の寒さや夏の暑さをしのぐにも便利であり、その何世代にもわたり、いくつもの民族が継続して使用したのではないかと推定されている。何世代にもわたってって、人が作った建物より頑丈ね。世界遺産の謎三つ目は、スーヌラージ・ディ・バルーミニという遺跡だ。随分長い名前ね。どんな遺跡なの？遺跡があるのはイタリア、地中海に浮かぶサルディーニャ島で、神様の足跡から島が形成されたという伝説が残る神秘に満ちた島だ。紀元前2000年から青銅器時代にかけて古代サルディーニャ人が残した、ヌラーゲと呼ばれる巨石を円筒または円錐状に積み上げた独特の要塞のような遺跡が数多く残されている。今から4000年も前に作られた遺跡なのね。そうだぜ。一見するとただ石を積み上げた巨大なかまどのように見える遺跡群なんだが、実際は緻密に計算して積み上げられていて、紀元前1世紀に古代カルタゴの侵略による攻撃を耐え抜いたと言われているんだぜ。なんか4000年前だと、原始的な生活をしているような想像してたけど、そうではないのね。時には現代にも勝る技術を持っている文明もあったりするからな。要塞の中には武器庫、洞窟や井戸なども作られている。セメントなどを一切使わず、石を組み合わせるだけで頑丈に作られた驚異的な建築物なんだ。現代で同じものが作ることができるかわからないわね。そうだな。建物の歪みを緩和するための小部屋などが作られていたり、各所に緻密な計算がされているのが見て取れる。いろいろな意味で貴重な遺跡ね。世界遺産の謎4つ目は、ゲアの石碑群だ。ゲアっていうのは場所の名前かしら？そうだぜ。エチオピアのソド地方に広がる草原地帯にはテアという村がある。このテア村の周辺では、考古学の研究上、非常に重要と考えられている、多数の石碑が発見されているんだ。それは興奮してくるわ。実はテアの石碑群については謎が多く、エチオピア国内でもあまり知られていないんだぜ。謎が多くあるのに世界遺産に登録されているのね。ああ、エチオピアの歴史にとって重要な遺跡であることは確かなようだ。1300から1500年頃に作られたものと考えられているが、他に詳しいことはほとんどわかっていない。なるほどね。石碑の表面には剣やエチオピアの伝統的な枕、人の顔などが浮き彫りになっている。中には女性の乳房をかたどったものなどもあるんだぜ。それは興味深いわね。剣は男性の石碑にのみ彫られているから、おそらく倒した敵の数を表し、男性が生きていた時の手柄を褒めたたえているのではないかと考えられている。男の勲章ね。石碑の下の方にある枕のモチーフは、安眠を願って彫られたと言われているぜ。安眠を願うって。
石碑はお墓なのかしら。そうだな。近くには墓も見つかっているから、石碑は墳墓とも推測されている。わかっているのは当時の人々が金属状の道具で石を掘り、牧畜をしていたということだけで、実際何のためにこれらを建てたかは謎のままだ。本当に何もわかっていないのね。謎だらけだわ。さらに不思議なことに、部屋の石碑は何もない広い草原にポツンと置かれている。お墓なら、生活圏のすぐ近くにある気がするわよね。すべて同じような形をしていて、先が丸くなっている半球状をしているものがほとんどで、なぜみんなこのような形をしているのか、これは一体何を意味しているのか、それも未解明のままだ。謎だらけね。しかし、わかっていることもある。何かしら？世界遺産ティアの石碑は1キロほど先から象を使って運ばれてたようだ。よく見ると女王ではないかと見られる石碑を守るように他の石碑が並んでいることもわかっている。配置は意図的ってことね。そういうことだぜ。世界遺産の謎5つ目は、シーギリアだ。スリランカ北部のジャングルにそびえるこの遺跡は、紀元5世紀に建造されたとされるシンハラ王朝の宮殿跡だ。未開の地に広がる遺跡って幻想的よね。そうだな。もともと巨岩は紀元前3世紀頃から仏教の修道院として利用されていたそうだが、シンハラ王朝のカーシャパ王により、岩の頂上に王宮が作られたんだ。なんでそんな場所に王宮を作ったのかしら。すごい不便そうよ。それは家族間のトラブルが原因だと言われている。めちゃくちゃ意外な理由なんだけど、シーギリアのダーツ星な王には二人の息子がいたが、身分の低い母を持つ長男カーシャパは、正妻の子である弟モッガラーナに王位継承権を奪われることを恐れていたんだ。それでカーシャパ王一世は父を殺害して王位を奪ってしまう。父親を殺してまで王位が欲しいのね。それだけ重要なことなんだろう。平民の血が流れるカーシャパが、王族の血を引く義母弟に王位を狙われることを恐れて、ジャングルの中の岩の上に自分の要塞宮殿を築くんだ。そういう理由があったのね。家族トラブルも王となるとスケールが大きいわ。18年間の在位だったが、そのうち11年をカーシャパはこの岩の上で過ごしたんだ。11年も隠れていたなんて少しかわいそうね。その後、亡命先のインドから援軍を引き連れてきた弟王子との戦いに敗れ、カーシャパ王は自分で喉をかき切って自害するんだ。壮絶な一生だわ。そうだな。でも岩の上の宮殿なんて当時の技術でよく作れたわね。地上200メートルの絶壁の上に宮殿を作ったというだけでも信じられないことだが、シーギリアを中心とした紀元5世紀の庭園や水路には、実に高度なテクノロジーが見られるんだ。1500年も前なのにテクノロジーって、アンマッチすぎるわね。生活用水の確保のためのプールを配した庭園には、噴水や集水システムが備わっているし。噴水まであったの？それはすごいわ。噴水って、ポンプがなければため池の高低差を利用するしか方法はなくて、高度に設計された庭園だったことが伺える。一度行ってみたい場所ね。カーシャパ王がどんな気持ちでそこで暮らしたのか想像しながら観光したいわ。空中宮殿に行くには、400メートルの岩山の側面に作られた階段を登る必要がある。行き来するだけでも一苦労ね。数十分登っていくと、途中で岩壁一面にカラフルな女性たちの壁画が登場する。現在は十数体が残っているが、かつては500体以上の女性が描かれていたそうだ。とても美しいわね。1500年前のものとは思えないわ。確かにな。彼女たちは、宮殿にいた貴婦人や侍女たち、もしくは天女アクサラという説もあるが、はっきりとしたことは未だにわかっていない。なんとなくだけど人間には見えないわね。神々しいわ。描かれている女性たちの多くは、左側を見たり指し示しているんだが、それにも意味があるんだぜ。何かしら？左の方角、北方に構える、シギリアと似通った岩山で聖なる山、ピブランガラと関連性があるのではとも言われている。カーシャパは暗殺を恐れていたし、隠れて生活していたから聖なる山に引きつけられるものがあったのかもしれないわね。世界遺産の謎6つ目は、清水寺だ。京都旅行の定番の観光地よね。清水の舞台から飛び降りるでも有名だな。死んだつもりで思い切ったことをするという意味よね。清水寺の始まりは、平安京以前、奈良時代末期まで遡る。そういえば清水寺ってめちゃくちゃ有名だけど、その成り立ちとかどういうお寺だとかは知らないわね。奈良で修行を積んでいた僧の遠近が、木津川の北へ聖戦を求めて行けという夢に導かれ、たどり着いた音羽山で、清らかな水が湧き出す滝を見つける。その2年後にこの地を訪れた武将、坂の上の田村麻呂が上人の教えに感銘を受け、11面千手観音菩薩をご本尊とし、寺院を建立するんだ。それが清水寺なのね。清らかな水にちなみ、清水寺と名付けられたそうだぜ。とても勉強になったわ。そんな清水寺には七不思議が存在するんだ。お、面白そうだわ。七不思議一つ目は、二王門前の狛犬についてだ。
よく見るけど、あれって何の意味があるのかしら？寺の守り神だな。狛犬は通常は運を表している。口を開けた陽と、口を閉じた陰陽で一対をなしているんだ。阿吽にも何か意味があるの？大きな意味があるぜ。阿は宇宙や万物の始まり、運は終わりを意味している。五十音もあで始まりんで終わる。しかし、清水寺の狛犬は阿吽ではない。何なの？両方は何だ？両方口を開けてるってことね。すべての始まりを意味するあの狛犬が2匹並んでいるのはとても珍しい光景なんだぜ。今度行ったらしっかり見てみたいわ。七不思議二つ目は、仁王門だ。狛犬を抜けると急な階段の上に、朱塗りの仁王門が待ち構えている。この仁王門の右側の端に指でくり抜いたような穴が開いていて、これが表側と、門をくぐり抜けた裏側にあるんだ。その穴が何なの？片方に耳を当て、もう片方を誰かが叩くとカンカンと透き通った音が聞こえてくるんだ。何のための穴なのかしらね。なぜこの穴が作られたのか、なぜこんな澄んだ音がするのかは謎だぜ。まるでその穴だけ違う世界と繋がっているみたいね。七不思議三つ目は、六本柱の鐘楼だ。仁王門をくぐったら見えてくるのが大きな鐘楼だ。鐘楼は通常四本の丸柱で支えるのが一般的とされている。え、でもこれは六本じゃない？そう、六本なんだ。鐘楼としては珍しい建て方なんだぜ。へえ。七不思議四つ目は、三重の塔の鬼瓦だ。日本最大級を誇る重要文化財でもある清水寺の三重の塔についてだが、通常、塔の四隅には鬼瓦が設置されているんだが、なぜか塔南の角だけは龍が飾られているんだ。鬼瓦には厄除けの意味があるんだぜ。一箇所だけ龍なのね、不思議だわ。実は塔南に龍が置かれているのにも意味がある。鬼瓦が一個足りなかったとかじゃないのね。水神である龍は火除けの意味がある。京都で一番標高が高い西北にある愛宕山には、火伏せの神が鎮座した神社があり、京の都を火災から守ってきたんだ。けれど、正反対の東南には守り神がないから、火除けの湯を置いたってことかしら？その通りだぜ。七不思議五つ目は、虎の巣、石灯籠だ。清水寺の西門の石段を下がったところにある灯籠で、正面に虎が彫られてて、どこから見てもその虎と目が合う、いわゆる八方睨みの虎がある。本当にどの位置にいても目が合うのかぐるぐるしてみたりするわよね。江戸時代後期に、絵師の玩具によって作られたもので、虎を得意とする絵師で、あまりにも見事な彫り絵だったため、この虎が夜な夜なこの灯籠から抜け出して、池の水を飲みに行くという言い伝えがあった。夜中の清水寺に忍び込みたくなっちゃうわね。七不思議六つ目は、仏足石だ。仏の足跡？本堂を模して建造された朝倉堂の前には、約50センチの大きな足形が刻まれた石があるんだ。50センチの足跡って人間のものなの？足形は弁慶のものとか、平家の武将の平の景清のもの、との説もあったそうだぜ。確かに弁慶の足は巨大そうだわ。弁慶の足跡だと言われる理由は、清水寺で弁慶と牛若丸の決闘が行われたと伝わっているからなんだ。ちなみに牛若丸は後の源の義経よ。補足三九。七不思議七つ目は、清水の舞台だ。本当に舞台のようにお寺からひょっこっと飛び出ているわよね。樹齢400年の欅の大木を使って作られた大舞台は、釘を使わずに組み立てられているんだ。それじゃあ、ただ組み立てただけってこと？そうだぜ。崩れない？地獄組という一度組んだら決して外れない手法で組まれていて、舞台の部分は雨ざらしになっているため、水はけを良くするために緩い傾斜がつけられている。舞台に釘など金属が使われていないのも、釘による木の腐食を防ぐためなんだ。よく考えられているのね。そういえば、そもそもあの舞台は何のためのものなんだろう？お寺に舞台なんて必要ないわよね？そう、その点が清水寺最大の謎と言われている。この清水の大舞台は、何のために作られたのか、どんな逸話があるのかなど詳しいことは分かってない。飾りで舞台を作るとは思えないしね。今日はここまでだぜ。観光地に行って世界遺産を見るときに色々勉強してから見に行きたいと思ったわ。最後の清水寺なんて七不思議のことを知ってから見学したら100倍楽しめそうだもの。歴史的背景も踏まえながら調べると面白いかもな。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、実は世界遺産には謎が隠されているものがあることを知っているか？そうなの？世界遺産というと歴史的にとても貴重なものよね。だからいろいろ調べられて解明されていない部分なんてないと思ったわ。それがそうでもないんだな。今日紹介するのは世界遺産の謎5000だぜ。いいわね、楽しみだわ。それでは今日もゆっくりしていってね。世界遺産の謎一つ目は、タージマハルだ。これは私も聞いたことがあるわ。今から約350年前、インドを支配していたムガール帝国の皇帝シャージャハーンが、
王妃ムムターズマハルの死を悼み17年をかけて建てた霊廟だ。奥さんのためにっていうのは初めて知ったわ。眩しい白い大理石でできた霊廟には、天井の楽園に咲き乱れる花を連想させる花の文様が、翡翠、水晶、トルコ石、サファイア、などの奇跡で施されている。こんな綺麗な建造物あるのね。ディズニーアニメに出てくる宮殿のモデルになってたりもするんだぜ。建物の前にある長さ約300メートルの池に映る姿もタージマハルの魅力の一つだな。王様がどれだけ奥さんのことを愛していたかが伝わってくるわね。大理石でできたタージマハルは、早朝にはピンク色、午後には白、夜には乳白色に見えるという独特の色彩を持つんだ。それぞれ違う姿が見れるんじゃ何度も訪れたくなるわね。そうだな。それだけ美しくて素晴らしいタージマハルだから、建造にもたくさんの人の手がかかったようだ。そりゃそうよね。常に2万人が工事に関わったと言われ、霊廟に刻む文字や、大理石の象眼細工などの職人も各地から集められたという。全く手抜きがないわね。また、建設期間も長く、22年もかかっている。22年、そりゃすごいわ。完成した時にはお祭り騒ぎでしょうね。当時、王であるシャージャハーンは地方への侵略を行い、領土を拡大しようとしていた。忙しい時だったのね。そのような時にタージマハルのためにこれだけの時間と費用をかけたことは、王様の愛情の深さの表れだったのかもしれないわね。いいこと言うじゃないか。そんなタージマハルにはある都市伝説が残されている。私、都市伝説大好きよ。都市伝説一つ目は、二つ目のタージマハルだ。二つ目？どういうこと？王のシャージャハーンには、自分の母廟を黒大理石で作りたいという希望があったんだ。タージマハルは綺麗な城よね。そこに黒い母廟があったらすごい景色になりそうだわ。タージマハルの前にはヤムナー川が流れているんだが、その川を挟んで自分の母廟を作って、対照的な見た目を作り出したかったんだな。私もその景色見てみたいわ。あれ、タージマハルも左右対称な建造物じゃなかった？もしかして王様の趣味？王様の好みだけではなく、タージマハルが対称性をとても大切にしているイスラム建築だったからだ。なるほどね。でも黒のタージマハルは存在しないわ。どうして王様は建造しなかったのかしら？彼は晩年、息子のアウラングゼーブによって幽閉されてしまったため、黒いタージマハルは完成しなかったんだぜ。それは無念でしょうね。それどころか、タージマハルに葬られた彼と妻の墓石は対照的とはほど遠い並び方だったんだ。そんなんじゃ成仏できないわよ。かわいそうだわ。現在、ヤムナー川の北には、黒いタージマハルを作ろうとした残骸が残っているそうだ。聞いてられないくらい哀れだわ。都市伝説二つ目が、シャージャハーンの思いだ。タージマハルを作った関係者の中には、美しい日のムムターズマハルを密かに慕っていた男がいたそうだ。王様の奥さんに恋しちゃうなんて、切ない恋ね。シャージャハーンはその男に褒美を取らせると言って呼び出したが、男はタージマハルが完成しただけで満足だと答える。思い人のお墓が完成したんだものね。シャージャハーンは男の思いに気づき、その両手を切り落としたという言い伝えがある。へえ、恐ろしいわ。手を切ったことも怖すぎだけど、タージマハルが完成するのに22年経っているのよね。亡くなってそんな長い年月が経っているのに、奥さんへの思いの強さと激しさが恐ろしいわ。タージマハルには二人の男の思いが入っているというわけだ。いや、この話を知っていたら、タージマハルを見る目変わりそうだわ。そうだな。ただ美しい宮殿という風には見えないかもな。世界遺産の謎二つ目は、タッシリナジェイルだ。タッシリナジェイルは、アルジェリア南東部、サハラ砂漠に広がる 500km ほど続く山脈だぜ。タッシリナジェイルとは、タマシェク語で川が流れる大地という意味だ。タッシリナジェイルがあるのは、砂漠なのよね？川が流れる大地って麻薬だわ。そうだな。しかし、岩絵などから予測するに、かつてはサバンナが広がり、緑豊かな土地だったということがわかる。緑豊かな土地が砂漠になるってちょっと怖いわね。タッシリナジェイルには戦士時代の埋葬塚など、多くの考古学遺跡が残っていて、最も有名なのは動物や人間などを描いた岩絵で、なんと1万5000以上もあるんだ。それはすごい数だわ。動物だけではなく、人間同士の戦いや狩り、放牧の様子が描かれているんだ。最も古い岩絵は、紀元前1万年から6000年のもので、カバ、ワニ、ゾウ、キリン、バッファロー、サイのような大型動物の姿が克明に描かれている。野生王国すぎて人間の存在が霞んでしまうわね。そうだな。タッシリナジェイルの岩絵の面白いところは、時代とともに移り変わる人々の暮らしや、土地の変化が描かれているところだ。最も古い岩絵のメインは大型動物だったわね。そう、最も古い時代に描かれた動物は野生のものとみられる。人々は野生の動物を狩り、時代が進むと家畜化し、さらに遊牧を始めるんだ。人間の進化ね。
それから紀元前8000年から6000年には、着衣の人間の姿が書き込まれるのが主流になっている。動物だったのが人間がよく描かれるようになったのね。そうだぜ。身長数センチのものから数メートルのものまで様々で、ほとんどが目鼻のない丸い頭に、不格好な体という姿で描かれているんだ。シャーマンのような人物が空中を飛んでいる姿や、そびえ立つ大男の前で人々がひれ伏しているような絵もある。とても興味深いわ。3500年前くらいの絵になると、馬や馬が引く馬車が描かれるようになる。たっしりなジェールって山脈よね。そんなところ馬車が走れるのかしら？岩の多いサハラを馬車が走っていたとは考えられないから、馬車や武装した男たちの絵は、土地の所有権や住民の支配を表した象徴として描かれたのではないかと研究者は推測している。描かれる人間がだんだん人間っぽくなってきたわね。古い岩絵に描かれるのは人間も野生って感じだったもの。そうだな。気候がますます乾燥していくと、馬よりもラクダの絵が多くなるんだが、これは2000年前くらいの岩絵からその証拠が残っているんだ。一番古い岩絵が1万年前よね。何千年も岩絵が描き続けられているのがすごいわ。緑豊かな時代へと移り、そして砂漠へと変化していく様子を如実に表しているんだ。美術品としても歴史的な資料としてもとても貴重なものだわ。今まで岩絵について紹介してきたが、ある不思議なものが描かれているものがあるんだぜ。何かしら？ヘルメットや手袋、奇妙なスーツのようなものを身につけた謎の生き物が描かれているんだ。それって、これは宇宙人や宇宙飛行士ではないかという話もあるんだぜ。宇宙人？紀元前の時代に？宇宙人の存在さえ知らない気がするんだけど。その絵は、岩穴の壁に線で描かれた高さ6メートルもある巨大な人物像で、体全体はゆったりとした、まるで宇宙服のような衣装に身を包み、頭は丸く、目や鼻、口と確認できる造形はない。他に描かれている人間とはちょっと違うわね。不思議な岩絵はこれだけじゃないんだ。頭に角のようなもののある白い巨人の壁画や、頭にアンテナのようなもののついた人物像も見つかっている。絵を描いた人は何をモデルにしたのかしら？それが不思議だよな。遠い宇宙のどこかから来た異星人は、太古の昔から繰り返し地球を訪れていて、その痕跡が世界中に残されていると主張する者もいる。それじゃあ人間がまだ地球に存在しない、恐竜が支配していた時代にも訪れていたりするのかしら？ないとは言えないな。異星人に会ったら恐竜のことを聞いてみたいわね。世界遺産の謎3つ目は、ブルーナボーニャだ。これは、アイルランドのボイン川の北極部に位置する新石器時代の石室墳のことだ。いつ頃作られたものなの？多くの巨大な古墳が集まるこれらの史跡は、紀元前3200年頃に築かれたものと言われていて、古代の石造建築文化を代表する世界遺産でもあるんだぜ。ここからは、ブルーナボーニャがどんな遺跡なのか詳しく説明していくな。お願い。世界遺産に指定されているエリアの中でも特に人気のあるニューグレンジやドースの遺跡には、ある秘密が隠されている。それは冬至の日になると、墓の一番奥の部分まで一直線に太陽光が差し込むんだ。それって計算されているってこと？そういうことだぜ。さらにノースの遺跡は、春分の日に同じことが起きるよう設計されている。完璧に天文学を把握しているってことなの？そうなるだろうな。望遠鏡も何もない時代にどうやって？不思議だわ。このことから世界遺産であるこれらの遺跡群は、お墓としての役割だけでなく、天文学的にも意味があるのではないかと言われている。そうね、カレンダー的な役割を果たしていた可能性もあるわ。ボイン渓谷の遺跡群のもう一つの特徴は、石に刻み込まれた独特の模様の数々だ。特にこの世界遺産でよく見られるのは、渦巻き模様だぜ。その模様にはどんな意味があるの？どのような意味があるのかは今も研究中だ。この世界遺産を作り上げた人々の信仰と関係があるのではないかと言われている。紀元前3200年よね。5200年前の人々が何を信仰していたかって普通に気になるわね。彼らが信仰していた原始宗教は、太陽や雷といった自然のものを崇拝していたと考えられている。神っていう概念さえない時代なのね。他にも面白い話がある。何何？ボイン渓谷の遺跡群として世界遺産に指定されているエリアには、1690年に勃発したボイン川の戦いの舞台も含まれているんだぜ。この戦いでは、名誉革命でイギリス王位を追放されたジェームズ2世と、その後に王位についたウィリアム3世の両者の軍が敵対し、ボイン川を挟んで決戦を行ったんだ。イギリスにとって歴史的に重要な戦じゃない。そうだな。最終的にウィリアム3世が勝利を収め、名誉革命の成功が決定的となったという点で、歴史的な価値のある世界遺産なんだ。ここまで聞いていて疑問が一個あるんだけど、なんだ？そもそもブルーナボーニャの遺跡を作ったのは誰なの？それは今でも解明されていない。え？それ一番気になるところなんだけど、
遺跡が建造されたとされる紀元前3200年という都神石器時代。後にアイルランドの地に広く繁栄することになるケルト人が入ってくるよりさらに前なんだ。それじゃあ、ケルト人が来るまでは未開の地のはずだったってこと？そういうことだぜ。え、何それ、めっちゃ気になるわ。どんなルーツを持った民族だったのかしら。しかも高度な天文学の知識を持っているしな。謎の遺跡を建設した人たちは文字による記録を残していないことが、さらに謎を深める結果になっている。でも一つわかるのは、遺跡を建設した人々は高度な知識を持っていて、決して未開人ではなかったということよ。その通りだな。我々が想像する、原始的な生活をする人々とは大きく異なるな。しかもかなり裕福だったはずよ。そうだな、あれほど見事な遺跡を作るんだから資金はあったはずだ。ブルーナボーニャの遺跡はまさに古代ミステリーね。世界遺産の謎四つ目は、ペトラ遺跡だ。ペトラ遺跡は中東の国ヨルダンにある世界遺産だぜ。様々な文化が織りなした美しく荘厳な遺跡がたくさん存在するにもかかわらず、何百年もの間発見されることなく、また現時点でも遺跡全体の約 20% も発掘されてないとも言われている。非常に謎に包まれた遺跡なんだぜ。いいわね、私そういうの大好きよ。この遺跡はどんな人々が作ったの？ペトラの街を築いたのはナバテア人と呼ばれる砂漠の遊牧民だ。遊牧民が築く都市って何かそそられるわね。紀元前300年頃、ナバテア人は中東地域の多くの部族の中で頭角を現し、ヨルダン南部に彼らの都であるペトラを築いたんだ。でも砂漠に定住なんて、よくそんな場所を選んだわね。確かにそれは言えてる。この砂漠の地は1年200ミリほどしか雨が降らず定住するのは不可能に近い場所だ。しかし、ナバテア人は水の扱いに欠けては天才的で砂漠をオアシスに変えてしまったんだ。何か特別な技術を持っていたの？水路のネットワークを複雑に張り巡らせ、貯水槽やダムを配備する。そのような技術があってこそ雨が少ない砂漠でも一年中水を確保することができたんだな。町の周辺には何十もの貯水施設があり、雨水をひとしずく残らず貯めていたようだ。それはすごいわね、砂漠の都市なのに。計算により1日に約4500万リットルもの水が町の全世帯と農業用に供給されていたんだぜ。さらに、ペトラは貴重な香辛料や香料を扱う賑やかな商業都市となっていくんだ。砂漠を移動するキャラバン隊の中継基地となり、安全を保障することで収入を得るほか、商品にも関税をかけていたというんだ。すごい発展しているわね。この交易で得た富で、ナバテア人は驚くほどの技術で考え、貯水システムを作り上げ、切り立つ岩壁を削り様々な建物を築くんだぜ。砂漠の中に栄える都市で、人々はどんな生活をしていたのかしら。紀元前312年には、ナバテア王国が誕生し、ペトラが首都になった。ちゃんとした国になったのね。それほどまでに繁栄した都市ペトラだが、どのようにして終わりを迎えたのかわかっていない。でも忽然と消えたわけじゃないだろうから何か理由があるはずだわ。ヒントは共同墓にあったんだ。共同墓から見つかった副葬品の年代を調べると、墓に収められた工芸品は皆西暦100年頃までのもので、それ以降墓が使われた形跡がないんだ。ナバテア人が彼らの都市を築いてから約400年後、ペトラに何が起きたのか。いいわねー、面白くなってきたわ。感染病でも大流行したのかしら？研究者もそこに目をつけたんだぜ。遺跡では人間の歯が見つかっていて、疫病や栄養失調による骨の異常は見つからなかった。それに、古代の社会では死はほとんどの場合、誕生直後か老化によってもたらされる。それらの年代を除いた若者や大人の死者の割合を調べるとあることがわかる。なんなの？もし、その割合が高ければ何か普通ではない事態、災害や疫病が人の命を奪った可能性が高まる。なるほどね。しかし、埋葬されていた死者のほとんどは幼い子供か老人だったんだ。それじゃあ普通ではない事態というのは起きていないのね。そういうことになる。え、じゃあなんでなのかしら？急にお墓が使われなくなったって変よね。それはローマ帝国の存在が大きく関係している可能性がある。どういうこと？紀元前63年、ローマ帝国がシリアとパレスチナを征服するんだ。ナバテア王国も征服されてしまうの？当然ペトラにも勢力を伸ばしたが、裕福だったナバテア王国は、ローマ帝国の支配下ながら税金を払うことで、自治を認められるんだ。なるほどね。この頃から、ペトラにはローマ帝国による建築物が造営されるようになる。結局この自治は長くは続かず、106年にローマ帝国トライアヌス帝によって、ローマのアラビア属州として完全に取り込まれ、ナバテア王国は幕を閉じることになるんだ。ローマ帝国時代には円形劇場、宮殿、官庁、ローマ帝国には不可欠な公共浴場も作られている。ローマといえばお風呂よね。でもローマとお墓とどう関係するの？
ローマ人は死を忌まわしいものと考え、墓地を生活空間から遠ざけていた。そのため、町の中心部にある墓が使われなくなった事実はペトラから住民が消えたことを示すわけではないってことだ。さらに謎が深まったわ。記録によればペトラの町はローマ支配下になったその後も繁栄し続けている。疫病でもないとしたら自然災害かしら？確かに363年に大地震が起きているんだ。マグニチュードで言うと8か9以上だぜ。この時の地震はペトラの北のエルサレムにも大きな被害をもたらしている。絶対それじゃない。そんな大きな地震があったら昔の建造物なんてひとたまりもないわ。だがしかし、しかし、衛星画像を用いた最新の調査によって、大地震以降もペトラの街で人々が活動していた証拠が見つかっている。もう八方塞がりだわ。だが、ペトラでは洪水も起きているんだ。水が貴重な場所で洪水って変ね。実は乾燥した地域でも洪水は起きるんだ。非常に乾燥した砂漠地帯では局地的な洪水である鉄砲水が起きることが知られている。鉄砲水って初めて聞いたわ。豪雨による山崩れでせき止められた川の水が、一挙に流れ出すものだ。11月から3月までの雨季の間、時折降る激しい雨は乾いた硬い地面には吸収されず、溢れた水が大量の土砂と共に流れ大災害を引き起こすことがあるんだぜ。それじゃあペトラでもその現象が起きてしまったのかしら。ペトラの町の入り口にシークという長さ 1.2 キロの狭い谷があって、幅は場所によっては3メートルほどしかないんだ。ここに鉄砲水が押し寄せると急激に水位を増して激流になるんだな。土砂に埋もれていたコインの年代から大洪水は5世紀の初頭に起きたと結論付けられている。しかし、別の場所から見つかった大量の文書から、ナバテア人は6世紀までこの町で活動していたことが証明されている。それじゃあ洪水で都市が滅んだわけじゃないのね。ああ。大地震も洪水からも生き残ったペトラがなんで滅んだのかさらに気になってきたわね。そうだな。しかし、その謎は今も解明されないままだ。ペトラ滅亡の原因はまだ謎のままだな。世界遺産の謎5つ目は、クリフパレスだ。アメリカ大陸の先住民であるインディアンのアナサジ族が作った不思議な集落の中に、洞窟をくり抜いて作られたメサベルデという遺跡がある。ほう、変なところだわ。巨大な岩をくり抜いて作られたその住居群が有名なんだぜ。自然との共存ね。それで、タイトルのクリフパレスというのは？岩窟住居の中でも最大のものがクリフパレスだ。日干しレンガを積み上げて作られた住居が150、礼拝所が20ほどある。最も高い場所は4階建ての高さに相当するんだ。結構な人数が住めそうね。そうだな。想像するような簡易的な住居ではなかったようだ。2000年以上前の1世紀頃にはこの場所に住み始めたと言われている。どうしてこの場所を選んだのか気になるわね。住むのに便利な場所とは思えないもんな。ここに住んでいたアナサジ族は農耕民族で、独特なカゴ作りを行い、日干しレンガによる区画整備された集落を作っていった。これらをプエブロ文化と呼ぶんだぜ。日干しレンガによる区画整備された集落って、この遺跡は岩をくり抜いた住居なんじゃないの？岩の中に住み始めたのは12世紀になってからだ。12世紀頃になると外敵の襲来などに備え、岩をくり抜いて作った住居を作り始めたんだ。なるほどね。クリフパレスをはじめとする岩窟住居はシェルターだったってことね。そうだな。しかし、この場所は14世紀に突然放棄されている。え、もったいない。その理由はわかっているの？敵の襲撃か、自然の災害か理由はわかっておらず未だ謎のままだ。アナサジ族は忽然と地球上から姿を消している。謎が残されたままね。今日の話はここまでだぜ。いや、面白かったわ。やっぱり一番面白かったのはペトラの遺跡ね。いろいろな災害から生き残ったのになんで滅んだのかしらね。そうだな。もしかしたら日本も何らかの理由で滅亡してしまって、何千年後かに語られている可能性もあるぜ。そんな未来が来ないことを願うわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は世界遺産に興味はあるか？あるわよ。見に行く前にいろいろ勉強してから行きたいんだけど、歴史とか難しいのよね。堅苦しい歴史が性に合わない場合は、世界遺産の不思議な謎について調べてみるといい。確かにそれなら楽しく調べられそうだわ。今日はその一部として世界遺産の謎を5つ紹介するぜ。いいわね。それでは今日もゆっくりしていってね。世界遺産の謎一つ目は、テオティワカンだ。テオティワカンはテオティワカン文明の中心地となった巨大宗教都市の遺跡で、メキシコシティから北に約 50km ほど行った場所にある、西暦100年には少なくとも8万人の人口で、西暦200年から750年の間は、一時15万人以上もの住民がいたというテオティワカンは、当時の中国や中東の大都市にも匹敵するほどの規模を誇ったんだ。中国に勝るってすごいわね。
どうしてそこまで大きな都市になったのかしら？テオティワカンのその一帯が、宗教の中心地だったからだ。なるほどね。聖地に人は集まるものね。さらに面白いことにテオティワカンは多文化都市だったんだぜ。それはとても前衛的ね。素晴らしいわ。テオティワカンはマヤ、ミステカ、サポテカの文化エリアに分けられ、それぞれに独特の神殿や遺構が残されているんだぜ。今のアメリカのようにいろいろな文化を持った人が集まっていたのね。最盛期、エジプトのものに匹敵するピラミッドがいくつも建設され、まさに世界最大の都市だったが、この都市についての記録はほとんど存在せず、今もなお謎だらけなんだな。大繁栄を誇った大都市なのに記録が残されていないって不可解だわ。誰かが意図的に処分しているのかしら？わずかに残されている手がかりからテオティワカンについて説明していこう。まず気になるのは建築者よね。テオティワカンが発見された時、そこにはまだアステカ人が暮らしていたんだ。じゃあ彼らが？だが彼らはここに移住して帝国を作ったのであって、都市を一から築き上げたわけではない。アステカ人の前にそこに住んでいた人たちが誰かってことね。そうだな。テオティワカンはアステカ人がやってくる1000年前からあったんだ。考古学的な調査からは、紀元前400年頃に建設が始まったらしいことがわかっている。どうしてその年代は判明しているのかしら？溶岩流で形成された地下洞窟の入り口があって、それを聖地と考えた古代人が神殿を建て、そこで暮らすようになったと推測される。その溶岩流から年代を割り出したってことね。次にテオティワカンの成り立ちだが、当時クイクイルコという山が噴火している。大規模な共同体が吹き飛ばされ、生存者は新たなる家を求めて旅に出る。そしてたどり着いた先がテオティワカンだったんだ。自然の力とそれによる破壊を目の当たりにした彼らは、神を頼るようになる。その時代だと噴火は大地の怒りとか言われてそうよね。神頼みになるのも納得だわ。新しい安住の地となったテオティワカンは単なる都市ではなく、自然の力から逃れ、生贄を捧げ、神々の庇護を得るためのシェルターだったんだな。生贄？テオティワカンの神々は血を欲するそうだ。動物を捧げるのかしら？いや、人間だ。だと思った。太陽のピラミッドの地下トンネルには、生贄が埋葬されていた墓地が4箇所あって、うち3箇所からは、大人だけでなく、子供の遺体も発見されている。ピラミッドの新しい層が作られるたびに、むごたらしい瞳悟空が行われていたと考えられているんだ。人間を捧げるって、理解ができないわ。月のピラミッドからは動物の死体のほか、12体の人間の遺体も発掘されていて、うち10体は首を切断したものだったんだ。申し訳ないけど、その時代、その場所に生まれなくてよかったわ。生贄には衝撃を受けたけど、テオティワカンってとても栄えた都市だったのよね。アステカ人の前に住んでいた人々はどうしてそこを放棄したのかしら？最も有力な説は、暴動が原因であるとするものだぜ。都市の周辺に住むことを強制されていた750人の一般人が、支配者層に反旗を翻したんだな。そして都市が崩壊し、人々は去ったのね。それから600年間放置され、1300年代にアステカ人がやってきたというわけだ。アステカ人の宗教はテオティワカンに残された信仰を元にしていると考えられているぜ。一度滅んだ後もテオティワカンは生き続けていたのね。世界遺産の謎二つ目は、サグラダ・ファミリアだ。サグラダ・ファミリア知ってるわよ。今なお建設中のスペインの建物よね。でも完成していないのに、世界遺産に登録されているってすごいわね。サグラダ・ファミリアは、民間カトリック団体サン・ホセ教会が、信者の寄付により建設する教会として計画し、初代建築家フランシスコ・ビアールが無償で設計を引き受けたんだ。あれ、設計したのって、アントニ・ガウディじゃないの？彼は2代目の建築家だ。1882年3月19日に着工し、竣工は2026年を予定している。もう140年も経っているの？一つの建物でそんなに長い期間をかけるのってすごいわね。建築に携わった人々は次の世代にへと託していったんだ。実は着工当時は完成までに約300年かかると言われていたんだぜ。300年？それじゃあ予定では2182年。それだと今生きている人は誰も完成を見ることはできないわね。しかし技術の進歩によって工期は半分ほどに短縮されたんだ。完成した姿を見れるのは奇跡ね。科学技術の発展に感謝だ。そんなサグラダ・ファミリアの謎を2つ紹介したいと思う。お願い。一つ目の謎は、二代目建築士のアントニ・ガウディについてだ。初代の建築家が辞任した後、当時まだ無名だった30歳のガウディに声がかかったんだぜ。そんな大役を無名でまだ若い彼にって少し不思議ね。一説には、ガウディがフリーメイソンだったからだという話がある。フリーメイソン？フリーメイソンは世界最古かつ最大規模の友愛団体で、その活動内容は詳しくは公にされていないんだ。
ガウディがフリーメイソンの会員だったという記録が残っているの？記録はないんだが、サグラダ・ファミリアには、プロビデンスの目に似ているものが彫られているんだ。プロビデンスの目って？万物を見通す神の全能の目と言われていて、フリーメイソンの象徴とされることもあるんだ。そしてサグラダ・ファミリアの東側にある聖誕のファサードの聖母マリア像の上に、プロミネンスの目のようなものが彫られているんだぜ。それはすごい偶然ね。フリーメイソンの印を残したかったのかしらね。二つ目の謎は、ガウディコードと呼ばれる、16の数字が書かれた不思議なプレートだ。隠された暗号みたいでワクワクするわね。サグラダ・ファミリアは聖誕のファサード、栄光のファサード、受難のファサードからなっていて、ガウディコードがあるのは受難のファサードだ。受難のファサードには、キリストの受難から死、復活までの3日間を表した彫刻が飾られている。その彫刻の中にユダの接吻というキリストを裏切るユダが、兵士に誰がキリストかを伝えるシーンをモチーフにしたものがあるんだ。プレートはその後ろにあるぜ。そのプレートは何を示しているの？ 4×4 のマスに16の数字が埋め込まれたこのプレートは魔法陣だと言われている。魔法陣？魔法陣とは、縦横のどの列を合計しても、同じ数になるように、違った数を四角に並べた図形のことだ。なるほどね。でもサグラダ・ファミリアと魔法陣が結びつかないわ。魔法陣の様々な縦、横、斜めなど、いろいろな場所の数字を選んで輪を取ると、33になったんだ。その33という数字は何を示しているの？さっき、魔法陣が彫られている受難のファザードには、キリストの受難から、死、復活の彫刻があると言ったが、実は、33という数字、キリストが死亡した時の年齢なんだぜ。また、他にもフリーメイソンの会員は33の段階に分かれるそうだ。おお、ここでもフリーメイソンが登場するのね。ガウディがフリーメイソンというのも本当なのかも。着工から時代をまたいで2026年に完成する、サグラダ・ファミリア、一生に一度は見てみたいな。世界遺産の謎三つ目は、クエバデ・ラスマノスだ。これは呪文？クエバデ・ラスマノスはイグアスの滝で有名なアルゼンチンの南部、サンタクルス州にあるピンプラス川流域の渓谷の洞窟だ。クエバデ・ラスマノスってどういう意味なの？手の洞窟という意味だぜ。なぜそう呼ばれているのかしら？洞窟の壁にはたくさんの手形があるからだ。こわー、これはちょっとした恐怖画像よ。とても鮮やかだろう？そうね。これ最近できたものなの？違うぜ。これらはすべて異なる世代に描かれたもので、古い時代のものは紀元前7420年頃から、新しいもので580年代と幅が広いんだ。一番古いものだと、9000年以上前ってことね。ああ、9000年前の人間の手形。なんか変な感じだわ。まるで昨日つけたみたいに綺麗な手形なんだもの。9000年前に生きてた人間と同じ場所に立つと、まるでその時代にタイムトリップした気分になるだろうな。手形の持ち主はどんな人たちなのかしら？手の主はパタゴニア先住民のテルウェルチェ族の祖先たちのもので、彼らは主に狩猟と自生していた植物を採取して生活していた。彼らは何のために壁に手形なんて残したのかしら？若くて近い年齢のものばかりだったから、聖地であった洞窟での聖人の儀式というのが有力な説だ。聖人の儀式って民族それぞれ違って面白いわよね。マサイ族はライオンと勝負するしな。壁には手形だけじゃなく、動物や狩りの絵、幾何学模様が描かれているんだ。壁画は概ね3つの時代に分けられていて、最も古い第一期は、日常生活を描いたものが多く、モチーフは動物の狩りしている姿などだ。絵日記みたいなものなのかしら？それ以降になるとどんな絵が増えるの？手形は絵画のように描かれているのではなく、ステンシルという吹き付け方法で描かれている。ステンシル？ 5 センチほどの骨をストローのように使い、絵の具を吸って手に吹きつけるんだ。それで手を離すと、手の形が残るってことね。そういうことだぜ。赤やオークル、黒だけでなく、白やとても少ないが緑といったカラーバリエーションが増えたのもこの時代だ。現代のように絵の具がなくても工夫一つでこんなに鮮やかな絵になるのね。そうだな。奇妙な手形も残っているんだぜ。何かしら？バカでかい巨人の手とか、6本指の手形だ。6本指？紀元前180年頃のものと思われていて、いたずらなのか、その真偽はわかっていない。いたずらよきっと、6本指なんてありえないもの。それがありえない話ではないんだ。どういうこと？多指症という病気があって、指が分離形成される段階で1本の指が2本以上に分かれて形成され、結果として手足の指の数が6本以上となる疾患のことだ。そんな病気あるの初めて知ったわ。多指で生まれる人の比率は、世界的に500人に1人だと言われているぜ。意外と多いわ。もっと何万人に一人とかだと思った。指は通常、先天的欠損とみなされ、余分な指は生後間もなく切除されることがほとんどだからな。周りで見かけることはそうそうないだろう。なるほどね。
でも紀元前180年なら、切除なんてできなかったかもね。だから6本指の手形の持ち主は、多死症だったかもしれない。めっちゃあり得るわね。まだまだ謎が多いクエバデラスマノスだが、古代人の手形を眺めながら、いろいろと空想してみるのも楽しいかもしれないな。ちょっと怖いけどね。世界遺産の謎4つ目は、ポンペイ遺跡だ。ポンペイ遺跡は、イタリアナポリ近郊、ベスビオ山の麓にあった古代都市だぜ。ポンペイは、紀元前9世紀からオスク人やギリシア人、エトルリア人によって栄えていたんだ。ポンペイというのは私も聞いたことがあったわ。有名な場所だからな。約2000年前の古代ローマの時代には、区画整理された住宅街、商店街や劇場、公衆浴場、運動場、酒場、墓地などがあったことがわかっている。2000年前に？日本だと弥生時代よね。文化レベルの差がすごいわ。何百年も先を行ってるよな。栄華を誇ったポンペイだがある出来事であっけなく滅んでしまうんだ。ある出来事って？西暦62年2月5日、大地震がポンペイを襲うんだぜ。これで都市崩壊？寺院や行政の中心であった建物が崩壊し、富裕層はポンペイを放棄してしまう。しかし、これでポンペイが滅んだわけではないんだ。あら、そうなのね。町の経済力も著しく低下したが、ローマ帝国の皇帝ネロや、その後を継いだベスパシアヌスはポンペイへの助力を惜しまなかったんだ。素晴らしい皇帝だわ。しかし、大地震から町がまだ復興しきっていない西暦70年8月24日から翌日に起こったのが、ベスビオ火山の噴火だぜ。追い打ちが辛いわね。この噴火により、轟音とともに火山が噴火、雨のように火山灰や火山石が降り注ぎ、5時間で火山灰は1メートルも積もったと推測されている。多くの人が亡くなったんでしょうね。当時のポンペイの人口は、推測で6000人から2万人の人口であったと言われているが、そのうちの約1600人が亡くなっているんだな。そんなにたくさん？すべてが火山灰に埋まったポンペイの街では、通常は起こる天災後の略奪さえ起きなかったそうだ。そうしてポンペイは滅んだのね。そうだぜ。そして驚くことに、この地からは、噴火の影響で亡くなった遺体1150体が発見されている。え、遺体？だって、噴火があったのは2000年前よね。そんな昔の遺体が残っているの？そうなんだ。発掘の際に見つかった1150体に及ぶ遺体のうち、394人は火山灰の層の下部から発見され、そのほとんどが倒壊した屋根や建物の下敷きになっていた。650体は、火山灰の上部で亡くなっていて、2度目の噴火の熱風で窒息したと考えられている。世界の核火山の 7% を持つ日本に住む身としては怖い情報だよな。でも2000年前の遺体が状態を保っているのはどうして？遺体が綺麗な状態で残っているわけではないんだ。どういうこと？当時火山灰に飲まれ、埋まってしまった人々が腐食によって分解され、空洞だけが残ったところに、石膏を流し込むことで、当時人々がどのように亡くなったのかわかるってわけだ。なるほど、遺体の模型ってことね。その模型を見ると、いかに壮絶な状況で亡くなったかがわかるぜ。そうなの？男性二人の遺体が新たに発見されているんだが、一人はおそらく裕福な男性で、もう一人はその奴隷ではないかと考えられている。なんでそんなことまでわかるの？裕福な男性の方は推定30から40歳で、暖かそうな毛織の衣服の痕跡が、首の下にあったそうだ。もう一人の男性は推定18から23歳で、脊柱が圧迫されていたことから、肉体労働をしていた奴隷ではないかと考えられている。なるほどね。当たり前に奴隷という存在がいるのが少し悲しいわね。二人の死因は高熱によるショック死で、手足にぐっと力が入っていることからも、その壮絶な死が伺える。どんな風に亡くなっていったのか想像してしまうわね。世界遺産の謎5つ目は、マチュピチュだ。マチュピチュはみんなも聞いたことがあるんじゃないかしら。マチュピチュはペルーのアンデスの山中、標高2400メートルの断崖に突如として姿を現す都市遺跡だ。美しいわ、まるで空中都市よね。15世紀半ばのインカ帝国時代に築かれ1911年、偶然に発見されるまで、深い密林に覆われていたんだ。長いこと誰の目にも触れずに眠っていたなんて、ロマンがあるわ。観光地として有名なマチュピチュだが、多くの謎があるんだぜ。全部教えてほしいわね。マチュピチュの謎一つ目が、建設目的だ。確かに標高2000メートル以上の山に都市を築くなんて不思議だわ。一番有力なのは、宗教的な用途に使用されていたという説だ。マチュピチュには多くの天文観測に使用されたであろう場所が残されていて、インカ部族の先祖である太陽神を崇拝していたのだと思われる。太陽の神様を崇拝していたとすると、山の頂は都合が良かったのかもね。他に建設目的として考えられるものはあるの？インカの王族や貴族のための避暑地としてや、田舎の別荘として使用されたという説だ。
遺跡には大きな宮殿や寺院が王宮の周囲にあって、そこでの生活を支える職員の住居もある。それだと一時的に使用されたというのは変じゃない？というのもな、マチュピチュには最大でも一時に約750名の住民しかいなかったと推定されていて、浮き王族が不在の時の住民は、ほんの一握りであったと推定されている。確かに総勢750人の国というのはなかなか考えられないものね。マチュピチュの謎二つ目は、建設方法だ。建設方法？マチュピチュはモルタルを使わずに、精巧に石を積んで作られているのが特徴だ。当時この地に住んでいたインカの人々は、車輪、鉄製の道具、労働させるための家畜を持っていなかった。それなしでマチュピチュを作ったっていうの？そういうことになるんだ。不可解だろう？どうやって岩とかを運んだのかしら？また、複雑な泉や、水路、噴水からなる水路構造が発見されている。車輪や鉄製の道具なしにどうやって作るのかしら？神様が手助けでもしたのかしら？そう思いたくなるのもわかるぜ。一体どうやって大量の石を精巧に加工したのか、どうやって山の上まで運んできたのか、未だに解明されていない。謎すぎるわ。マチュピチュの謎三つ目は、無傷で残った理由だ。スペインの征服者がインカ帝国を征服する過程では、たくさんの都市が破壊されている。恋で壊されるだけじゃなくて、地震とかの災害もあったはずなのに無傷なのね。地震に関しては、マチュピチュは地震に強い作りだったんだ。あら、そうなのね。ペルーは地質活動が活発な国で、首都のリマやクスコも地震に見舞われたことがある。もともと地震が多い場所なのね、日本と同じだわ。マチュピチュの下にも、2本の断層線が通っていて、地震があったようだ。使用されている石は計算したように正確に切り出され、隙間なく積み上げられている。その建築様式には、見た目の美しさだけでなく、工学的な利点もあるんだ。地震が起こると、インカの建物は踊り出すと言われていて、地震の揺れに伴って石が互いに衝突し合い、最終的に元の位置に収まるような構造になっているんだ。そういう風に作っていなければとっくに崩壊していたってことね。そうだな。でも地震から逃れられたとしても、人の手によって壊される可能性もあるわ。マチュピチュは標高2400メートルの山の上という立地にあるよな。そうね。たどり着くのは簡単じゃないし、谷に流れる川に沿って歩いたり、その川を船を使って移動したとしても、山の上にあるマチュピチュは見えなかっただろう。自然の要塞ね。マチュピチュの謎四つ目は、水源の謎だ。マチュピチュには水路が張り巡らされていて、16箇所の水汲み場がある。人々がそこに集まって井戸端会議でもしたかしら。しかし、不思議なことに、マチュピチュからは水源は発見されていない。どこから水を引いているかわからないってことね。この謎を解明するのは遺跡全体を掘り起こさないといけない。それは永遠の謎になりそうね。マチュピチュの謎5つ目は、人々が去った理由だ。これに関しては色々な説が出ているが確かなことは分かっていない。1500年代に天然痘が大流行していて、その被害を受けた説や、スペインの脅威から逃れるために各地へ散った説、内戦があり、その地を逃れるしかなかったなど様々だ。その真相はマチュピチュに住んでいた彼らにしか分からないわね。今日の話はここまでだぜ。何か不思議なものが隠されている、そういう目線で世界遺産を見学してみると、100倍楽しくなりそうね。現代に生きる我々には理解できないことでも、世界遺産ができた当時では当然のことだった。なんてこともあるかもしれないしな。それもそうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。